こんにちは、ジョージ石原です。今回はこちらになります。2月の22日に発売されたプラレールのリアルクラス485系特急電車北越紙塗ったり色。紙塗ったり色ね。これをね、紹介したいなと思います。で、こちらね、もうなんと言ってもですね、やっぱこの色ですよね。特徴的なこの紙塗ったりの色になっていると。紙塗ったりの色って何？気になったのでちょっと調べてみたんですけど、鉄道ファンの中ではかなり有名な色だそうです。もともとは新潟県の紙塗ったり運転区間、現在の新潟車両センターに所属していた485系がこのカラーだったことから、通俗的に紙塗ったり色と呼ばれていたことが理由だそうです。はい、まあ、こういう感じのね、色になっているということで、やっぱりこれがねすごい特徴的ですよね。プラレールはまあこんな感じの色になってての、そして以前にもね、あのライチョウかな、485系発売されて、多分ね成形とかここら辺のパーツはまあほぼ同じなんじゃないかなと思います。そして横はまあこんな感じになっての、これがね、ケースがね、かっこいいんですよね、このリアルクラスは。すごいね、かっこいいパッケージになってると。まあ、なんせ、今回のこの紙塗った色、もう色ですよね。色が楽しみですよね。はい、ということで、よいしょ。はい、では、いきます。オープン。中はですね、こんな感じになっております。ということで、まあいつもですね、リアルクラスはリアル直線レールが3本ついてると。そしてまあ今回ね、これ手に入れるのにすごい苦労して、結局 Amazon で購入したんですけれどもね。で、ちょうど今 Amazon で見てみたら、僕が買った時よりも安くなってて、5717円で今出てますんでね、ネット販売のやつの方がね、こうやって確実に手に入るのかなとちょっと思っちゃったりしますね、リアルクラスは。で、まずは先頭車から、よいしょ。はい、まあこんな感じになってての、おおこの色やっぱ特徴的ですね。あ、でも結構綺麗な色してますよ。あー、いいじゃないですか。やっぱライチョウとはね、だいぶイメージ変わりますね。そして、こちらリアルクラスなんで、こちらがあの運転席のハイタイプとロータイプが入ってるということで、よし、こちらがハイタイプで、こちらがロータイプになってます。で、ハイタイプはここでクリアパーツが使われて、ちゃんとねこの枠とこもシルバーで塗装されててね、すごい成功にできてますね。で、上はまあこんな感じになってて、まあこうなってますね。で、こちらがあのロータイプになります。まあ、ロータイプは特に色の塗り分け等はないですね。上はこうやってちゃんと成形されてますね。やっぱりここはハイタイプですよね。ハイタイプをこの穴とこにこう、よいしょ、つけてみるとやっぱりめっちゃかっこよくなりますね。うわー、すごいね。やっぱつけると全然変わってくるすごいね、かっこよくなりますね。はい、まあ上はこんな感じになります。いいっすね。そしてこちらのこんな感じでね、座席が、ちゃんとねついてるということで、青色の座席になってますね。あ、ごめんなさい、私これ先頭車って言いましたっけ。これあの後尾車ですね。はい、後尾車です。ごめんなさい、私間違いましたね。これ骨格だから、これ ロータイプの方もつけてみましょうか。はい、あ、やっぱりね、やっぱハイタイプいいっすよね。こうなるとやっぱちょっとね、かっこよさは半減するかなという感じになりますが、かっこいいですね。はい。では次なんですけれども、これはじゃあ3両目になるんですかね。こちらが3両目になります。やっぱり色塗り分けもね綺麗だし、この窓のねこのクリアパーツも透明度高くていいんですよね。まあここ顎もちゃんと塗られてる。あ、やっぱりねリアルクラスいいですね。で、あのこの上もねこんな感じでね、ちゃんと成形されてるし、下もこんな感じになってると。で、こちらも同じくね、パカッとねボディ外れるようになってての、座席がね、この青色の座席があります。あ、いいですね。
で、次なんですけど、次がじゃあ2行目になるんだと思います。これにパンタグラフつくのかな。えい、はい、でこちら、2両目になるんですけども、こんな感じでね、まあ、3両目同様ね、非常によくできた、ボディになってますよね。で上はこう でここにねパンタグラフが付けられるということになります。で下こうです。でこれパンタグラフもハイとローがね2個ずつ入ってます。でこの高い方がハイになってて、薄いのがロータイプということでね、もう高さ全然変わります。ハイタイプ取り付けるとまあこんな感じになってまして、ね、リアルだなこんな感じでございます。いいですね、でこのロータイプが、こんな感じでロータイプの方取り付けました。ロータイプの方はやっぱちょっとベチャっとしてる感じがするんですけど、まあまあこれはこれでいいのかなという感じですね。あ、でちなみにこれね、なんかこんな感じで、こちらも座席がねちゃんとあります。じゃあ次は、はい、先頭車になります。で先頭車はまあこんな感じになってての、はい、じゃあハイタイプの方を取り付けての、よいしょ、取り付けるとこんな感じで、ね、あめちゃくちゃかっこいいねこれは。はい、で横はこうでございます。ほんとね、めちゃくちゃかっこいい感じになっておりますね。はい、まあこうでございます。で電池はね単三1本になってての、シャーシはこのワンスピードタイプになってます。位置を入れての、よいしょ。でこちらね、あのリアルクラスライト付きにもね多分対応してるんですよね、まあ、ちょっと後でねライト付きのシャーシもね取り付けたいと思うんですけど、スイッチオン、はいちゃんと動きましたね。まあ、これはあのワンスピードなんでね、スピード切り替えのないシャーシになってます。でここでライト付きのシャーシ、じゃあ取り付けるシャーシはね、ちょっと500系新幹線のシャーシを付けたいと思います。でこれ500系新幹線のやつなんですけど、まあライトの色はね、はい、ライトの色はこんな感じで、ちょっとオレンジがかったこの色になってるんでね、こう似合うんじゃないかなといきますね。スイッチオン、あそうやねめっちゃいいね、よいしょ、消すとまあこんな感じで、ちょっとね明かりはやっぱボディからこれ漏れちゃうんですけど、まあライトはね綺麗に光ってますよね。で横から見るとまあこんな感じでね、よいしょよいしょつなげてみるとまあこんな感じでね、いや、やっぱりねすごいいいですよね。ああ素敵だ。いやこれ色ねいいっすよ。そして成形もまたねめちゃめちゃいい感じになってますね。やっぱこれね、485系はね結構いいっすね。ライチョの時もすごかったけど、これもすごいっすよ。でちなみにこれね、パンダグラフとかこの運転席をねロータイプの方に変えてみると、こちらがロータイプのものになります。まあこんな感じでだいぶですね印象が変わってきますね。こんな感じのレイアウトを作ってみました。でこちらのレールは先日発売された景色のカラーレールキットの花と鉄道ちょっとねリアルクラスに合わないかもしれないですけど、このレールねすごく綺麗くてねちょっと気に入っちゃってるんですよね。そしてこちらねハイタイプの運転席とパンタグラフつけてるんですけど、これこのトンネルだとね一応当たらずに走れそうなんで、ちょっとトンネルはねこのまま使っていこうかなと。スイッチオン、それではスタートー。いいね。そしてリアルクラスでも、あ、似合いますよね。
ライト付きのね、写真の方を取り付けてね、発射してみますね。1、オン。ああ、いいかもしんないですね。はい、じゃあ、これで、スタートー。ああ、ああ、いいっすねー。ああ、やっぱライト付きの方がいいな。ほんと最初からね、ライト付きの写真つけてくれてたらいいのにね、って思ったりはしますね。それぐらい似合ってるんじゃないかな、と思います。はい。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのプラレールリアルクラス485系特急電車北越紙塗ったり色、これをですね紹介してみました。まあ、気になる方はねぜひチェックしてみてください。まあ、ちょっとね手に入りにくいかもしれないですけど、まあネットとかだったらまだ比較的ね、あのアマゾンとかだったら在庫あったみたいなんでね、よろしければぜひねチェックしてみてください。ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。